サッカー中継をご覧の皆さん、こんにちは。今日の実況と解説は西岡明彦と福西崇史さんの2人でお届けします。はい、どうかよろしくお願いします。今日の試合、対戦カードは名古屋グランパス対横浜 F マリノスです。どちらも J リーグができた時の10チームですね。長く J2 に落ちていないチーム同士でもあります。今日のゲストチームですが、今シーズンは守備の脆さが成績にも表れています。シーズンの終わりまでに相手に何点献上する気なんでしょうか。ここの監督は守備についてどう考えているのか、一度話を聞いてみたいです。本日のアウェーチームはどう見ますか。チームは今シーズン苦しい戦いが続いています。リーグ中位グループへのランクアップを目標にしていましたが、ここまで思うような結果を残せていません。このままではファンの怒りの矛先は選手に向くでしょう。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。どうやら攻撃的な 4-5-1 ですね。チャンスに人数をかけて攻撃できるかどうかがポイントになります。前半のキックオフ、まずはグランパスボールです。赤崎周平、さあスタジアムのテンションが上がります。宮原和也、ここはボールロスト、ちょっと集中力を欠きました。いいボールを送りたい。米本拓司、赤崎周平、キーパー素晴らしいセーブを見せた。近距離からのシュートに見事に反応しましたね。短くパス、シュートだ。コーナーキックです。素晴らしいセービング。ショートコーナー、主審オフサイドでプレーを止めます。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。赤崎周平、試合は始まったばかりですが、早くも先制点が決まりました。立ち上がりお疲れましたね。まずは落ち着くことが大事です。キーパーは悔しいでしょうね。触ってはいたんですが止めきれませんでしたね。ゲーム開始から13分、ゴールが生まれています。ボールを運びゴールに襲いかかります。決まるか。ここはランゲラクが見事に止めました。打ってきた。キーパーがっちりとキャッチ。
見事なスルーパス。キーパーからのゴールキックに変わります。このゴールで1点リードです。リプレイをご覧ください。丸山雄一、中谷慎之介、このパスは簡単にカットされました。ここで攻守が入れ替わります。米本拓司、このパスはダメでした。通りません。名古屋の攻撃です。ボールを失いました。カウンターアタックのチャンスです。スルーパスが味方に通る。中にクロスが入った。クロスが通れば大きなチャンスでした。打った。前方に運びました。泉龍二、パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。判定はフリーキックです。レフェリーが今のプレーに注意を与えます。少しラフなプレーが目立ちますね。中央へのボールはクリアされました。泉龍二、ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。米本拓司、シュートを打ってきた。木田拓也、これはカウンターのチャンスです。カウンターのピンチでしたが、ここは素早く戻りました。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。さあまたここからの連携、ここを潰すことができません。泉龍二、いいクロスが中に入った。キーパーに奪われました。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。前半終了です。スコアは1対0。リードは1点です。後半は横浜 F マリノスのキックオフで始まります。ボールを取りました。さてどうする。泉龍二、さあスタジアムのテンションが上がります。前に出しました。カウンターのチャンス、ここは決めたい。ここは縦をつくでしょうか。同点ゴールが来るか。最高のタイミングでタックルに入りました。よく止めましたね。米本拓司、赤崎周平、いやー通りません。通しません。スペースへのボール、これはスルーパスか。ここはしのぎました。危険ではありましたが守備が上回りました。赤崎周平、米本拓司、ボールはサイドの選手へ。ニアポストにクロスが上がった。クロスは通りません。チャンスを潰しました。
相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。米本拓司、横浜の攻撃です。相手陣内に押し込んでのスローインになります。ここで選手交代です。ベンチに下がる選手にスタンドからは大歓声が上がります。素晴らしいパフォーマンスでしたからね。今日は一番良かったかもしれませんね。中央にクロス、クロスの精度が足りなかったようです。長谷川アリアジャスール、前が空いている。米本拓司、木田拓也、プレスをかけられます。タックルでボールがこぼれました。ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。中を確認したい。ディフェンスが対応します。うまいパス、ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。これで2ゴール、ノリに乗っています。この角度からも見ましょう。リー・タダナリ、このパスはカットされました。長谷川アリア・ジャスール、グランパスが攻めに出ます。短いパスをつなぎ様子を伺っています。泉龍二、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。ここはカウンターアタックを狙うか。見事なスルーパス、カウンターのチャンスを決めたい。ここで大きく前に出します。ボールが外に出ました。横浜 F マリノスのコーナーキックです。交代選手がピッチの脇に待機しています。ボールを入れた。このボールは相手にクリアされました。もう一度コーナーとなります。これはあるか。ここをなんとかかき出した。このパスはまっすぐ相手に渡ります。ここは縦をつくでしょうか。シュートを打ってきた。ボールはどちらにこぼれるか。泉龍二、決まっていればさらにリードが広がりましたね。カットしました。ここはどうするでしょうか。危険な位置です。緊張感が増してきます。ここでホイッスル、名古屋グランパスが見事な勝利を挙げました。今日の試合はリードを許して終了を迎える結果となりました。残念な結果ですね、福西さん。
はい、欲しいシーンも作っていましたから、そこをしっかりと決めることが課題になりそうです。